はようございます。渡辺かりんです。みんなの性生活の時間です。この配信は性の本当の力を日々の生活の活力に生かせるように大事なこと、役に立つことをお伝えさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録、フォロー、コメント、シェア、よろしくお願いします。ですね、まずお知らせですけども、10月28日までになりますけども、あることを祝ってシルクブラを大サービスいたします。あることとはですね、実は今日10月18日私たち夫婦が、結婚37周年ですね、満37年の記念すべき日です。37年前の今日結婚式で夫と結婚式を挙げた日でございます。本当にもういろいろ紆余曲折はございましたけども、特に近年は年を追うごとに2人の愛の絆が深まっているという感じがします。おへー、ありがとうございます。これもですね、一重に皆様がね、私の配信を聞いてくださってるおかげです。人知れずもう自分の閉鎖された中で黙々とパートナーシップに取り組んでいても、アウトプットする場がなかったり誰も聞いてくれなかったりすると、なんかちょっとね、張り合いがなくなるわけです。今現在 YouTube がですね5770人、インスタのフォロワーさんが2935人だったかな。でそれぐらいの方がいらっしゃって、そんなにね真剣にご覧になってるかどうかは分かりませんけども、それでもその中のほんの 0.0001% ぐらいの方でもいいですから、私の発信が届いたらとても嬉しいです。私たち37年ですけども、最初からもともと相性は良かったと思います。相性良かったというか、夫のキャパが広いので、私みたいに、ちょっとね偏った性格でもキャパが広い夫の中にはちゃんと収まるというかね、そうちゃんと収め、キープというか受け入れてくれた。そう、夫は器が大きいので、私のようなミカさんありがとうございます、見てくださって、私のようなちょっと偏った人でも受け入れる大きさがあったので、無事にね37年来れたんだと思いますけども、で私は2016年からパートナーシップのことについて発信しておりまして、特にセクシャリティについてですね、全く私から昔のね私を知る小中高OL 時代の私を知る方々にとっては、全く私がセクシャリティのパートナーシップについて語るなんて全く遠い位置にいるような人間がと驚くでしょうね。もう今ねそういう方たちと付き合いがないので、そのような反応は全然私は知ることはないのですが、もし知ってたら驚くでしょうね。とにかくそれぐらい私セクシャリティとは縁のない、全然モテなかったし、モテない上にガードも強かったんですね。先輩の OL がです、OL の方がですね、女の子は別れると傷つくから、本当にね確約、結婚の確約した人にさえ直前で捨てられるってこともあると。だから本当に結婚式挙げた手話まで、その夜まで自分の体は
守った方がいいというね、そういう古風な教えをですね、OL として入社した時にいろいろねお仕事を教えてくださる先輩がそうおっしゃったので、私は素直だからそれをずっと聞いてたんですね。まあ実際今の夫が、最初だったんです。最初でもう最後、多分ねこれから追加されることないので最初で最後の人だと思うんですけども、そんな経験不足なので、そりゃね経験不足で情報も普通の情報しか取り入れてなかったので、自分の普通の情報と自分の体の事情っていうのは乖離しておりましてね、だから性的なことでちゃんと成果を上げられるというか、いつものオープニングに私が申し上げているような性の営みの効果を日々の活力に生かすっていう、そこまではできてなかったですね。ただ新婚当時とかね、子供を授かるまではやっぱりおままごとみたいに日々が新鮮で珍しく、一緒に住むことの新鮮さ驚きとかで、別にねその内容の良し悪しは関係なく、日々の生活がとても幸せに感じるということはね、そんなに努力しなくてもできてたんですけども、でもやっぱり子供を授かるとか、夫も仕事が忙しくなるとか、私も子育てとか他にいろんなこと考えることが悩みとか増えてきますと、もうねそんな性のことなど一番後回しって感じになって、で、もちろん充実しなかったし、私もおじさんみたいにだんだんなっていくんですよ。もう仕事とかね、今日その当時 Windows95 が話題になって、でそれよりだいぶ遅れて、そうですね、Windows95 が話題になってその後 2,3 年してからでしょうかね、1998年か99年ぐらいに自分のパソコンを買って、で当時着物のレンタルのやっておりましたので、着物のレンタルとか、あとボディーワークを習ってまして、その教室を自宅で開講しておりまして、教室やっておりまして、あと人形制作の仕事もしておりまして、それらをやってますよっていう発信したくって、自分でホームページ立ち上げて運営するということをやってたんです。独学といいますか、そうですね、独学ですね。聞く人がいなかったので、聞く人は、同級生でね、近くにシステムエンジニアやってる同級生がいましたので、何かあったらその人に聞けばいいかなと思ったけども、でもね同級生とはいえそんなに手取り足取り教えていただくには、向こうも本職っていうのは会社勤めあるし、こちらもそれをやりたいけど会社勤めの人にそんなにも聞けないし、それにねそんな忙しい時間割いてもらって、こちらもなんか交換条件で出すものっていうものをねそんなにないし、そうするとね頼みにくいですよね。でそれで自分でやろうかということになって、参考書を買ってきて、参考書見ながらホームページをね、 HTML のなんかわけのわからないアルファベットとか数字をもう一つ一つ打ち込んでホームページを作るという、そういう作業をもう没頭しておりまして、そうするとねもう椅子の上に油かいて、で猫背になって、本当にねひげが生えてきそうな感じで、男みたいにおじさんですね、おじさんおっさんになりましてね、そんなんだから
性生活は私もね、その何の努力もしてないし、もっと魅力的にとか、そんなような努力も何にもしてなかったですね。で、今から思うと私の体もですね、全然目覚めてなかった。全然その当時30代半ばと、で子供も2人出産してたんですけど、全然肝心のところがほぐれてなかったので、その性的な行為をしての受け取る側の感度っていうのが全然成長してなかったわけなんですね。まあ、ですから当然そういう営みをしてもですね、反応っていうのが乏しかったというかね、よくね、私みたいな方たちのカウンセリングを受けたりとか、私がカウンセリングでお話聞かせていただいたり、今までの性的な営みの状況を聞かせてもらったりすると、多いのがやはり当時の私と同じように、受け取る側の体の感覚っていうのが全然開いていないというか、凍結してるというか、冬眠中というか、そんな状態ですとね、なかなか喜びっていうのは得られないし、で男性側の方もですね、AV とかで学んだ営みですと、エネルギー循環型じゃなくて、溜まったエネルギーをポッとパッと放出するっていう風なんですね。まあ、仮に女性側がその営みで快感を得たとしても、女性側も溜まったエネルギーを高まって放出するっていう感じなんですね。お互いがお互いの体内に溜まってたのをポッと放出して空っぽになる、お互いに空っぽになる営みなので、終わった後虚無な感じ、孤独な感じになるんですね。そうするとなんか一緒にそういう行為をして共に共同作業をしたのに、なぜか物足りない、何か満たされない虚無感っていうのがあるんですよね。だからあれ、まだ足りないのかなって、もうちょっとしないと満たされないのかなと思って、そう思うとなんか終わった直後に満たされないとは、自分はとても性欲が強いのかなと、はしたないなとか、ちょっと自分は異常に性欲が強いのかなとか思い悩んじゃったりするんですね。で相手の男性はもうそれで目的達成で到達して満足して、もう一人の時間、神時間とかいうのに浸っているとかなると、相手はそれであって満足しているのに、女性の方がね、あれって思うんですよね。でそんなことを重ねてると、なんかすればするほど孤独を感じて、すればするほど満たされない感覚があって、よっぽど自分は性欲が強いのかなとか思うけど、それはそうじゃなくって、エネルギーが循環してないからです。放出して空っぽになるからですね。日本古来の調和する社会を形成してた、その核礎となった営みというのは、その空っぽにな、お互いからがお互いが空っぽになるのじゃなくて、お互いがエネルギーを相手に出して、それで相手のエネルギーを受け取るという、出して受け取る、出して受け取る、キャッチボールみたいというかね、そういう循環するものなんですね。循環してるから空っぽにならないので、常に満たされているので、終わって体が離れても満たされているという状態なんですね。で本来はこれが営みなんですよ。それが愛の営みなんです。なのに特にここ数十年はそれから乖離した営みをしているので、まあね、慣れてくると これする必要あるっていう感じになるんですね。男性にとってはだんだんね、体が勢力が年齢とともに衰えてきて、
そんなに意欲がなくなったり、体力もね、AV から学んだ営みっていうのはとても体力消耗します。そのような体力をもうね、仕事で使い果たしちゃってもう残ってませんからできませんってなるし、女性の方もそういった営みはですね、体に負担かかるんですね。摩擦をするとか衝突をするとか、相手がね体の奥に衝突してくるとか、入り口で摩擦するとか、そういったのはですね、女性もだんだん体が衰えると潤いが少なくなって苦痛になってくるんですね。だから男性が一生懸命頑張って老体に鞭打って頑張ったとしても、それは決して喜ばれないんですよ。早く終わってほしいな、痛いな、辛いなと思われるわけですね。それじゃね、お互いにメリットなくってしなくなってしまうわけですね。で、そうじゃなくて本来のをすればいいんですよ。本来のはですね、女性にはですね、実は3つ目の唇があって、3つ目の唇っていうのはいろんなところと連動しているので、もちろん3つ目の唇がふかふかで艶やかであったかいと、この唇も魅力的な唇になるんですね。ピンク色でツヤツヤであったかい感じ、ふかふかって感じに、弾力性に富む感じになるんですね。で、そうですと2つ目の唇もそういった健やかな状態になります。2つ目の唇とは影の唇と漢字で書く部分ですね。大きいのと小さいの、大小ありますが、影の唇、まさしく影の唇ですね。そこは人に見せません。ここが陽の唇としたら、もう一つの方は影の唇。そしてさらに一番肝心な性的な営みで必要なのは3番目の唇。それはどこでしょうか？はい、正解です。子宮の唇、子宮口です。女性の体の奥にはですね、膣の奥、突き当たりに子宮口というドーナツ型の筋肉があります。それは子宮の袋の端っこですね、端っこが膣の奥の方にはみ出てるわけですね。そこが3番目の唇です。唇というからには柔らかくてふかふかしてて厚くって、そして吸着する、キュッとチュッと吸着する方がチャーミングですよね。アクティブですよね。その状態に女性がなっていることが大事なんです。それによって迎え入れるパートナーの先端部分が、先端部分にですね、ピタッと寄り添ってキスをして、でハグをして揺さぶる、そこまですると、もう男性もとても幸せに包まれるわけですね。男性は動く必要がございません。女性も激しい衝突を我慢するとか、激しい摩擦を我慢するとか、そういうことなく、ただただ静かにピタッとくっついて寄り添う、それで味わい深い心地よさを2人がシェアすることになります。考えてもみてください。2人でお互いを感じるという行為は、ピタッとくっついてじっとする、静かに相手を感じるという、そこで生まれますよね。握手にしろ、ハグ、抱擁にしろ、キスにしろ、ピタッとくっついて粘膜から粘膜に相手を感じて、でじわっとそれが脳に到達して、夢心地のようなふわっと恋の魔法にかかるわけですね。それ同じことが3つ目の唇で再現されるわけです。
ですから男性は決してそういった熱くてあったかくてふかふかで潤ってそしてキュッと吸着力のある女性と体の奥で出会ったらもうそこに身を任せてください。そこの場を支配するためにスポーツのようなそのね3つ目の唇に衝突を繰り返すとか2つ目の唇付近に摩擦を激しくするとかそういうのはですね上下関係を作るような相手の女性を支配して自分の力で支配して参ったって言わせるようなね上下関係を作るとか例えばスポーツで勝ち負けを作るとかそういった二極どっちと上と下とかね支配と支配される側とかそんな関係を作ってしまいますがその女性の唇がピタッとしているところに男性がただただ委ねて心地よさを味わう動かない男性からは動かないというその営みは本当にね調和して絆が深まるんですね。それはですね若いうちからそれやった方がいいです。この人が運命の人かなと本当にこの人を尊敬してもう生涯一緒にいたいなって思う人とその行為を営みをしてください。その場限りとかね使い捨てっていうかね別に相手のことを何もリスペクトもしてないし愛情も感じてないという人にはそれはしないでください。この人と絆を作りたいなと思うそういうね方とそういう営みをしてくださいね。そうするととっても幸せになります。まあね自分の体の奥の方に迎え入れるとなるとねやはりもうその前ずいぶん前の段階で選別されられると選別されられるとね思います。まあ、そこはね女性の勘でこの人いいなとか思った人にそういうことをいたしましょうね。いいですかね。でそうなるためにはどうしたらいいかですけど現代のね便利な生活の中ではなかなか3番目の唇がですねアクティブにならないんです。冬眠状態の方が多いんですね。もう永久凍土の中に眠ってるようなカチカチ恥ずかしながら私もカチカチでした。そんなカチカチの私でも高齢になってからねもう生理も終わってもう還暦手前です。還暦手前でようやくできました。それはですね私が発明したこれでできたんですよ。私がこの経血コントロールのために発明した補助具ですねトレーニンググッズこれを使ったら59歳の子供2人産んでも決してほぐれなかった頑固な硬い子宮口がですね柔らかくなったんですね。そしてアクティブになりました。キスや抱擁もできるようになりました。これができると本当にねパートナーシップとっても幸せになるんですよ。だからこれ皆さんに使ってほしいんですね。ピストンセックスをね気持ちよくないのに我慢してる女性早く終われと我慢してる方いつかこれ気持ちよくなるのかないつか気持ちよさにひっくり返るのかなと期待しながら我慢してる女性皆さんこれね使って解放してもう本当の幸せ本当にパートナーとの幸せ性的な幸せをつかんでほしいなと思います。でこのつけるヨガにはですねこのショーツがとっても相性がいいのでこのセットで使っていただくといいですね。それでまずメルマガ登録してください。メルマガ登録していただくとこれがとっても骨打ちに
購入できるとか、このショーツがとってもお値打ちに購入できるとか、そういう情報をお伝えします。あ、それで今とってもお値打ちな情報は、あのこの私のね後ろにありますシルクのあのショーツとブラ、特にブラはですね、パーツが44のパーツを組み合わせて作った、もうあのオーダーメイドのブラなんですけども、とってもね気持ちがいいんです。本当にうちの職人さんが思いを込めて丁寧に丁寧にあの縫製してくださったもので、柄もいろいろあるんです。今出てるのがあのサイズが、ただサイズ限定なんですけども、あのアンダーが74センチ、アンダーが74センチですけど、こうやってねあの正面でリボン結びができるんです。ちょっとあのトルソーに着せてあるのをご覧になると分かりやすいかと思います。こういう感じですね、あのバストの上の方とそれからアンダーのこちらでですね、2箇所でリボン結びするんです。長結びして、それでここにゴムがありますし、背中にもですねゴムがあるんですね。背中にもゴムが、ここにゴムがあるから体の動きにもフィットして、そしてあのシルクの布に包まれてるんですね。 どちらのゴムも、ここのゴムも、で裏がですねまたね気持ちいい、あの証券の、あ見えないか、証券の歯舞台っていうね、ビアの歯で証券の歯舞台を草木染めした布で、布が肌にあの直接触れることになるんですね。だからですね、寒い時期もあったかい季節もとっても癒されて気持ちいいんです。それがあのサイズ限定なんですけど、とってもお値打ちなんです。あのオーダーメイドですと8万8000円なんですが、サイズ限定だと、6万6000円で売らせていただいて、あの販売してるんですが、それがさらにですね、今日の結婚記念日、37年で本当に幸せな夫婦生活になれたことを、もう皆様がねこうやって私の話を聞いてくださってるおかげです。聞いてくださってるから、良き結果をどんどん進化して発信していきたいなっていう、そういう意識になれたことでできたので、ゴールに到達できたので、その感謝を込めて6万6000円からさらに今ですね、あの試着するとあのつける量が1個ついてきて、それであの試着代マイナスであのサイズ限定のブラが買えますし、オーダーに切り替えたらその試着代にかかった分を差し引いてオーダーメイドブラ受けたまりますよっていうキャンペーンしてるんですが、さらにまたそこからお値打ちで、あの試着なしでもう直接買いますっていう方には4万9000円でお分けしております。オーダーだと8万8000円が半額に近い4万9000円で税と送料込みで入手できますので、とってもお得です。で柄もですね、このとても素敵な明るいバラの花柄の他に、この白い天使の羽っていう、さっきのがフェアリー妖精という名前で、こちらはですねあの天使の羽っていうタイトルです。これよく見ると純銀の縦の ストライプが入ってるんですね。シルバーのあの純然たるシルバーの糸が縦糸に使ってあるんです。あのフィルムに銀を薄く圧着して、それを細く裂いて寄って糸にしたのが縦糸にところどころ使われてて、それであのこれアラベスク模様がね地織りになって、とっても豪華な感じです。その他にもですね、これはエバーグリーンといいまして、レース柄です。これね、本当にレースが使ってあると洗濯で収縮率が違ってくるので、あの洗濯するほどにねレースがクチクチっとなって釣り合いが悪くなるんですけど、そうならないようにレースの柄をプ
プリントしてあるんですね。とっても綺麗な美しいグリーンです。この色違いでね、ピンクもありますよ。ピンクも可愛いですよ。あの女性はね、ピンク色を肌につけるとその女性性が上がるというか、あの 肌につけるものの色とかが体に影響しやすいんですね。だからね、ピンクの女性ホルモンが活性化する感じで可愛くなりますよ。この使いやすいパープルの文字もあります。パープルの文字なんですけど、これピンクのリボンがね、また落ち着いたあのくすみピンクで、とっても癒される色なんです。このコンビネーションとっても素敵でしょ。それからこの清楚なレース柄、これはですね、一部にレースがあるのでとても控えめで清純な感じがしていいですよ。それとかね、情熱的な赤もあります。赤をね、胸にあのまとってるととてもね、気持ちがわーっと元気になります。これあの全てね、お揃いのショーツもありますので、あのブラがとってもお値打ちな分、ショーツをねセットで買っていただくとそれでもお値打ちですよ。あとストライプもあります。ストライプもね、ストライプっていうのはあの体 あのエネルギーの流れも縦なので流れが良くなるんです。パワーアップしますよ、縦線を体につけると。反対に横線はあの外国のね、刑務所の囚人がボーダーの横線つけてるのはエネルギーを抑えるためなんですね。そうじゃなくて、こちら縦線はですね、エネルギーを上げるために縦線ですので、身にまとう下着に縦のストライプ使っていただくと元気、活性化しますよ。それが色違いでね、ピンクもあるしブルーもありますね。デザイン豊富でしょ。他にもですね、この情熱的なこちらはですね、あのさっき白でね、シルバーのストライプありましたけど、こちらも純銀シルバーの縦糸がところどころに入ってて、真っ赤なのにキラキラしてるんですよ。真っ赤な上にキラキラして、とっても気持ちが上がりますよ。でただ、あそうそう、サイズが70アンダー74センチでも、あの正面でね蝶結びしますので、プラ前1センチぐらいは大丈夫かなと思います。プラ前2センチだと、うーんと、その人の許容する感覚によりますが、そういう場合はシンデレラの試着室という、あの試着をしての OK かどうかで購入をするしないを決める、そちらのね、シンデレラの試着室という方はですね、試着付きで、あのちょっとお値段がね高くなりますけど、でも安心して買いたいという方は試着付きのシンデレラの試着室というメニューからお選びください。あの直接お買い求めになると、試着しずにもうアンダーが74センチでカップが C っていうことで、その寸法だけでいいっていう方は49,000円で10月の18日までです。で各1枚ずつしかございませんので、もう早いもの勝ちなので、締め切りが10月28日でもそれまで品があるかどうか分かりませんので、気になる方はお早めにあのお求めくださいませ。であとですね、さっきご紹介した3つ目の唇がとてもアクティブになるという、その秘密を握る、それ誰でも使うとできるようになる、そのものですけどね、あの簡単に使えれるように説明動画ももう更新に更新を重ねて、もう現在のが一番最高なものになってるんですね。それでもあの使い方がですね、小陰唇に、2つ目の唇といいますか、小陰唇に挟むという、そういったね、あの特殊な使い方なので、説明動画をご覧になって簡単だなとか思っても、え本当にこんなんでいいのかなとか、その不安とかで一回使っただけでやめてしまう方もね、
結構いらっしゃるんですね。でもそんなことしたらもう2人の人生の大きな幸せがこんだけの幸せで収まってしまうかどうかがかかってますので、もうねそこのところはちょっとねちょっと覚悟を決めてというかなんですけど、大和の生活サロンに入ってみてください。大和の生活サロンはですね、月に1回ズームでグループコンサルがあります。その時に、つけるよく挟んでこんなんだんですけどこの使い方で合ってるでしょうかとか、こんな時どうしたらいいですかとか、ちょっとした質問をしてくださるともう確信を持って自信を持って続けられるんですね。こんなんでいいのかな、聞いてるのかなと思いながら使うのは大抵聞いてません。つけ量が正しく使うともうすごいと思います。すごいと思うぐらい変化を感じます。でもそれを感じなくってこんなんでいいのかな、合ってるのかなって思う時点でちょっと違っていますので、動画をご覧になってもそうだと、ちょっとなんかたくさんのことをお伝えしないといけないかもしれませんので、どうぞサロンにお入りください。今ですと私の性教育の集大成の動画2時間の動画がついておりますので、もうそれだけでその動画の価格だけで、年会費を軽くペイできるというか、その動画代よりも年会費の方が安いという逆転現象が起こってるぐらい今の時点でお入りになるのはお得です。大和の生活サロン、本当は年間費33,000円なんですけども、まず最初の1年入っていただいて月に1回のサポートを受けられると、それをおすすめするのしたいので、まずお試しで1年入っていただくためにお試し価格になっています。これはそのうちに値上がりしますので今入っていただくのがお得です。年会費19,800円、ちょっと前までですね大サービスで18,000円でしてたんですけど、18,000円の募集の時期はもう終了しまして今19,800円です。そのうちに少しずつ段階的に上がってきて最後は33,000円になりますので、この今2番目に安い時、あとこれ以上ここから逆戻りで値下がりはしませんので、今のうちに大和の生活サロン入っていただくのがお得です。はい、では私たち1987年10月18日37年前の今日結婚式挙げました。そして紆余曲折ありまして、レスの時期も何年かありましたが、もうねもう59歳にしてとっても幸せな性生活を送っております。そんな風になるように誰でもなれますので、誰でもなれるためのツール、この両方発明品なんですけど、私のつけるヨガとシルクのショーツ、これセットで使っていただいて、さらにつけるヨガを習慣化、自分に生活に落とし込めるようにサポートさせていただく大和の生活サロン、この3つやっていただくといいです。では聞いてくださってありがとうございます。では失礼いたします。またお会いしましょう。あ、そうそう、お得なブラセット、この動画にね貼り付けておきますので、どうぞご覧くださいませ。